ごちそうさまでした。おお、100円多いよ。今日レディースで。ねえ翔太。ん？お母さんがスナックで働いてんのって嫌じゃない？なんで？夜の仕事じゃん。水商売だし。今日でこの店は閉店です。何してるの？改装。スナックさよこをおかまバーにしようと思うんです。フリだなんて絶対にダメ。私が潰したくないの。私と涼子さんがここ潰したくないの。長江まなみの娘の長江さよこです。私に似て可愛くて、あんたに似てバカね。ちょっと、あんたたちはお姉としてお店出てんの。お客様もお姉だと思ってる。それを忘れないでよ。いつか終わっても今夜一生懸命に踊るんです。私たち偽物が精一杯お客様に笑顔を振りまいて。いつでも飲みにおいで。